そんな高級車に乗ってるなんてすごいね。これはフェラーリだよ。よくそんな車買えたね。インゴットいくらぐらいしたの？そこで拾ったやつだよ。落ちててラッキー。盗難車。それ落ちてたんじゃなくて止めてたんだと思うよ。まあまあ、ストームが近づいてきてるし、二人まで乗れるから一緒に移動しようよ。あ、わかった。安全運転でよろしくね。オッケー。これ、結構スピード出てるけど大丈夫？大丈夫だよ。車に乗ってたら落下ダメージないから。落下する前提？ちょっと、ワイルドスピードみたいになってるから。わー！前向き。バナナくん、私降ろしてほしいんだけど。何言ってるんだよ、ピンクマさん。ストーム近づいてきてるのに危ないよ。この運転の方が危ないから。ストームに飲み込まれてもいいから車から逃げたい。もっとスピードを出す方法を知ってるから、それで逃げ切ろう。そういや、スポーツカーって、ガソリンの消費は激しいけど、ブーストできたよね。さすがピンクマさん。ブーストをしてから、してから、これもう走ってないから、飛んでるから。おやち。まさか、ストームが近づいてきてるのに、敵と戦うことになるとは。バナナくん、グレネードで一気に倒しちゃうね。よし、じゃあまた車に乗って移動しよう。また車か。誰？いや、なんで乗ってるの？てか、戦闘中に自分で運転して盗めばよかったのに。え、そんな盗みなんてしないよ。そんなことしたら生ゴミ以下だし。バナナくん、そういえば最近車の屋根に乗って移動できるようになったみたいだから、ビッグマさんが上に乗ってくれればみんな乗れるね。なんで私が屋根の上？私、絶対乗らないからね。って、なんでこうなるの？しかも、どんどんずれてくるんだけど。あ、まずい。あー、もう車なんて乗るんじゃなかった。気づいてないし。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価をバーン。あと、カスタムマッチで